長江浄水場とは、広島県尾道市にある尾道市水道局が管理する浄水場。2013年現在で尾道市水道局唯一の現役浄水場であり、1925年尾道市水道創設時からある浄水場。敷地内の主要施設が国の登録有形文化財に選出されている。南東方向が尾道市中心部にあたり、 東側に長江通り、北側一帯が、広島県立尾道北高等学校、尾道市立長江中学校、尾道市立栗原中学校、と、文京地区になる。なお、尾道市水道局は、県水道事業、広島県沼田川水道用水供給事業の防止、浄水場を委託管理しており、そちらの方が、供給能力が高い。1974年、 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。この浄水場の特徴は全国的にも珍しい扇型で配置されていることである。これはこの地が長江通り、牧が峠頂上を約12メートル掘り下げて整備された強小地だったためである。神戸市水道を不設計画した 佐野藤次郎工学博士監修の元々神戸市、水道課長、水野博之新技師が設計、創設当時から現在までその原型を止めている。水の流れは、久山田貯水池からの減水がまず敷地内生誕に位置する着水位に流れ込む。そこから、円湖外側の地中内に配置されたパイプを伝って、露化地に入り、内側に向かって流れ、中心の 排水地へ導かれる。その裏側の給水管から市内へと供給されている。なおこの水の流れは、水野が神戸市水道課長時代に設計に絡み1917年、竣工した上ヶ原城水場内にある円形の観測路価値及び調整値とほぼ同じである。以下すべて竣工当時からあるものである。借管法表示は竣工当時のもので、 改築により現在地と違うものもある。尾道は古くから商業港として栄え、明治以降もビンゴ地方の商業の中心地として栄えた。ただ良質な湧き水に乏しく、海に近いところでは井戸水に塩分を含まれていることから、早くから浄水道布設を要望されていた。1913年、尾道市は井戸を水源として浄水道布設を計画したものの、 候補となる井戸が見つからなかったことから中止となった。そこで貯水池を水源として付設する案が考え出され、1920年、佐野藤次郎工学博士を顧問とし水野博之を主任技師に任命し、付設案が作成される。1921年9月尾道市議会で上水道付設を議決、1922年3月10日国から認可される。 1923年1月着工、1925年3月、竣工同年4月に通水開始した。特筆すべきは、全工時費127万7312円の、うちおよそ3、4にあたる103万5000円を、地元出身の実業家、山口健道が寄付したことである。その他は10万3000円が、国庫補助、残りが、 県補助都市費で賄われた。ありがとうございます。